今の気持ちは疲れました、とにかく。そして安心してます。ほっとしました。最初あの初日が良かったのでトップで抜け出して、今日もあの1位勝ち抜けするつもりで来たんですけど、最後までもつれちゃって、もう最後すごく苦しかったので、かなりあの脱力しました。最後最終戦はあの手配を開けるといつもバラバラで、どうやってこれ上がるのかなっていう中、1回だけ線は1300上がれて、あのそれが結局なんていうんですかね、決定打だったんですよね。なのでもうずっと苦しかったんですけど、ピンフ大事ですって思いました。勉強してると聞いてますので、また去年より手強くなったんだろうなと思ってます。福家さんはあのすごい先輩で、麻雀の経験とかも私よりもずっとあると思うんですけど、いつもなんか静かなんですよね。静かになんかテンパってるイメージなので、ちょっとあの今日もそんなイメージそのまま引きずってしまったので、決勝の時はあんまりなんていうんですかね、そのイメージに引っ張られないようにしてよく見ていきたいと思います。西島さんは麻雀の印象というか、実は同期なので、この女流の決勝という舞台で同期の子と一緒に戦えるのがすごく楽しみです。はい、私は4期連続決勝進出で、あの他の3人よりも決勝の経験も多いし、さすがに4回目また取る、そろそろ私が取るんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、ちょっと今年はいつもと違って、今までは自分のために頑張ってたんですけど、今年は応援してくれるみんなのためにタイトル取ります。応援よろしくお願いします。